聞かなかった場所は、松本清張の長編推理小説。週刊朝日1970年12月18日号から1971年4月30日号に、黒の図説第7話として連載され、1971年6月に公文社から刊行された。これまで3度テレビドラマ化されている。農水省係長の浅井恒夫は、神戸への出張中、妻の栄子が、 心筋梗塞で休止したことを知る。妻は、代々木の坂道近くにある化粧品店に入ってきて、そのままこと切れたという。日頃から、心筋梗塞を注意していたはずの妻が、なぜ負担のかかる坂道を登ろうとしたのか。そもそも妻はなぜ代々木にいたのか。浅井の聞かなかった場所であった。現場の近くに連れ込み旅館が林立しているのに気づいた、浅井は、ある想像を巡らし、 調査を始める。探索の末、真相をつかんだと思った浅井は、ある行動に出るが、松本清長の聞かなかった場所。1979年3月17日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。松本清長特別企画、聞かなかった場所。1997年7月7日、TBS 系列の月曜ドラマスペシャルは国手放映。 視聴率15.6%。松本成長特別企画。聞かなかった場所。2011年11月16日。テレビ、東京系列の水曜ミステリー9枠にて放映。厚生副首相勤務の女性次長、浅井恒子を主人公とし、坂道の場所を大塚周辺に設定している。ありがとうございます。